皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、家族、恋人、友達に冷めた瞬間の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。私の場合は彼氏との初めてのドライブで、彼氏が他の車の運転一台一台に文句をつけるのを聞いたとき、片思いの超美人な女性の鼻毛が思いっきり出ていたとき、マジですごかった。目下に対する態度が横柄だったとき、ドライブに行ったときに彼女が車のドアを乱暴に思いっきり閉めたとき、電車に乗って一つ空いてた席に何も言わず当然のように彼氏が座ったとき、オーディオセットを友人にあげることになり、車でわざわざ持って行ってセッティングまでしてやったのに、お茶すら出なかったとき、お土産を渡したら無言で受け取られたとき、ドライブ先で少しでも曇ってるとすぐに引き返そうというやつ、貸した本や金を催促するまで返さないとき、貧乏ゆすりする人、マクドナルドで揚げたてのポテトじゃないと嫌ですと言ってわざわざ新しく揚げてもらう友人、そしてそれをいかに自分が客としての正しい権利をきちんと主張できている人間かと自慢げに頻繁に他人に語るのを見たとき、ちなみにその友人はレストランでグラスに汚れがあったときは店員を呼んで顎でグラスを刺します。一緒にいて恥ずかしかったっす。消費者主権を勘違いしてる人間は普段からコンプレックスを感じて生きてるのだそうです。威張れるところで威張りたいんでしょうね。食事に誘ったらくちゃくちゃ音を立てて食べられたとき、おごったのにごちそうさまの一言もないとき、普段口では立派なことを言ってた友人が、旅行先では何もしない何もできない上に、軽い用事を頼むといきなり激高する人間だった。レストランでの支払いすらまともにできない無能だった。友人と待ち合わせしていざ行こうという時に友人の携帯が鳴った。それからこっちには目もくれず、延々と20分近くハイテンションでお話。切った後も一言もなし。その日が最後の付き合いとなった。幼少の頃父の会社の親子運動会で、父の背中におんぶされてのパン食い競争というのがありました。スタートラインから走り出し、パンやドーナツがぶら下がってる下にたどり着いて、いざ私が口を開けてかじろうとした瞬間に父が一言、汚いから手で取りなさい、と言った時、周りの子はみんなかじっていたのに、私は言われるがまま手でひょいっとドーナツを、明らかにルール違反だったと思うのですが、彼女を親に紹介した時に、家柄が悪いから気に入らん、と言われた時、我が親ながら悲しくなった。俺も親ネタを、親父が弟に、兄ちゃんみたいになってもいいのか、この一言で人生っていうか何かが変わったね。ただ当時成績が落ちていってただけでした。携帯出られない時に次の日ディズニーランドに行く約束をしていた友達から留守電が入ってた。その時すでに埼玉県民特別割引チケットを全員分購入済み。電話があった1時間後くらいに電話した。電話出ないから彼氏と約束しちゃった、と。一緒に行く他の友達がその子に、〇〇ちゃんチケット用意してくれてるの分かってるでしょ、と電話してくれたらしい。その後すぐ私に電話があった。ふてくされてて、そのチケット私が買い取ればいいんだよね。それ以来絶縁。結婚して金銭的な理由から付き合いの悪くなった友達夫婦に対して、あんな惨めな生活したくない。飲みにも行けなくて家にいるだけなんて、と言い放った女友達。即刻縁を切りました。そいつはその後旦那と離婚。それって本人たちの前でってこと、
でもそれって結構思うことのような、しょうがないけどね。今年はすごく利益が出たから年度末にボーナス出すね。と言って何事もなかったように続報なし。会社のトップ陣に冷めた。夏に辞めた。うちの父親、私が大学受験生の時成績が伸び悩んでるのを見て、お前なんかどこも受かるもんか、と言い切った。しかもそれを日記にメモってたらしい。確かにその年は全滅した。すると、ほらお父さんの言った通りだろと、その日記を見せられた。4ヶ月前のその日付の日記には、エスコア受験全滅する、と書いてあった。預言者のつもりかい。マジで殺してやろうと思った。その後一浪で受かった。今では親子関係一見良好です。私は父親の自慢の娘。でもあの一件は一生許さないつもりだ。やる気が出たんなら良かったじゃない。親はそこまで見越していたということはないか？でもわざわざ日記見せなくてもな。友人をドライブに誘ったら助手席で、山つまんねえ、渋滞うざー、加速が物足りねえとか、延々と文句ばかり抜かしてた時、それ以来自分からは誘わなくなった。前にファミレスで見かけたカップル、駐車券に反抗してもらって出ようとしたら時間をちょっと過ぎていたらしくて、レジまで戻ってガキのように、1分過ぎても金取るのかよ、このぐらいおまけしろよ、などと20分ぐらいごねていた、そら金取るの当たり前ですがな。社会人になってから数年後、学生時代は親友していたけれど、電話だけの付き合いになっていた女友達が我が家へお泊まりすることになった。約束の日、彼女は食べ物の好き嫌いがあるので、結構気を使って夕飯の献立を考えて買い物を済ませ、もうすぐ来る時間だと思っていたら、ごめんねー、明日燃えないゴミの日だから行けないの、との電話。いやいいんですよ。急に来られなくなることもあるだろうし。ただ他に言い訳が見つからなかったのか。芸能人の話になると、ああダメダメ、あの人すげえ性格悪いよ、という友人。そのくせ自分の好きな芸能人だと、めちゃいい人なんだって、会ったことあるのか、と思ってしまいます。私の心が狭いのか。大学生の時にある事情で憧れていた先輩の実家に電話した。お母さんが出て、どこの方？どういうお知り合い？ってかなり引いたけどさらに、〇〇ちゃん、お電話よー、には一瞬で冷めた。22歳の息子をちゃん付けで呼ぶなよ。〇〇ちゃんは嫌だね。ある来日アーティストのライブに行かないかと誘ったが、嫌いじゃないけどライブとか面倒だしチケット取るのも面倒、とか言っていた。ああそうと、他の友人の分とまとめて取ったが、その人が行けなくなったのでどうしようかなと思っていたら、最初に断ったそいつから連絡があった。〇〇から聞いたけど、すごくいい席なんだって、私絶対に行く、あの子行けなくなったんでしょ？知ってるわよ。とまくし立てられた。チケットはネットで知らない人に定価で譲った。付き合い始めて3ヶ月の彼のセンスがちょっとやばいなぁと感じ始めていた夏の頃、デートにパッションとデカデカとプリントされたタンクトップの T シャツを着てきた時、しかも脇毛がボーボーに出てた。お前と付き合ってるとお金がかかって困ると言われた。でも一度もおごってもらったことないし、デートはいつも10円単位まで割り勘だった。物返さない奴っているねー。俺も愛蔵版の本を5冊貸してやったけどいつまで経っても返さないし、催促したら不愉快そうに、ああ返すよ、だと。なおかつ埃まみれで最悪だった。おいエスキ、お前だ。仮パク野郎は言ってよし。
カルチャーセンターで知り合った同世代の人、ずっとお互いに敬語を使っていたんだけど、ある日その人の方が年が一つ上だったことが判明。その途端いきなりタメ口になって横柄になった。うわぁ、コロッと態度変えるのがムカつくよね。年齢が近くても他人なら敬語が普通だし。自分の兄弟がうざい。旦那の会社がめでたく規模拡大。普通の人間の感覚だったらおめでとうなのに、兄弟の中の一人が、なんで長くいるのに役員になれないの、だと。いくら血がつながっていても言っていいことと悪いことがあるんだよ。続く。